加工したい画像ファイルを選んで、サイト画面にドラッグ&ドロップでアップロードしてください。この時、必ず先頭の画像ファイルをドラッグして、サイト画面にドロップしてください。途中の画像でドラッグすると、画像の順番がバラバラになってしまうので、ご注意ください。